後ろにですね、年頃の娘さんが立ってます。悩みのある皆さんに、なんで悩んでんのか、一人一人ですね、ポエムで。え、男でいんの？一人。あ、一人で。あ、そう、30万ぐらいですね。かかっちゃってる。南リオナ。私の生き方、休みの日の前日、私はとても嬉しい気持ちになります。すると、お酒を飲んでしまいます。たくさんたくさん飲んで、気づくと朝になっています。目を覚ますと、もう夕方の午後6時あ、もう王子様のキスで起きたかったな、なんて思いながら自分を慰めます。スマホを見ると、友達のキラキラした日常が流れて、嫌みったらしく流れてきます。みんなは朝から起きて、おしゃれなランチやショッピングに行ってます。時々すごく、このままで本当にいいんだろうかと不安な気持ちになります。30歳まであと3年。私はこのまま寂しくおばあちゃんになっていってしまうんではないか、本当に本当にこんな生活を続けてていいのだろうか、すごく不安になります。そんなことを考えていると、休みが終わります。そして私は悲しい気持ちになり、眠りにつきます。これが悩みですそうなんだ、はい何時ぐらいまで飲んでんの？朝の5時。誰と？一人でも飲みますし、家で、友達ともそうですね、朝までカラオケ行ったりとかもしますし。どんな感じで飲んでるの？何を飲んでるの？外だとずっとホッピーを飲んでるんですけど安上がりでいいですね。家ではそうですね、まあハイボールとか、あのサワー系のやつをずっと噛んで、何考えてるの？飲みながら。あ、テレビ見てますね。あ、そうか、何も。え、テレビって、はい、夜中だから何見てるの？録画してるお笑い番組とか見ながら家賃いくらの部屋？万ちょっとです。万、まあ、いやいや初めて言ったいいよ。万って何畳？1DK。 1DK ペットかなんで、ちょっとペットいる？ペットいます。何？猫がいます。なんて名前？ウニです。ウニ何考えてんの普段？普段ですか、でもすごいネガティブな性格なんで、やっぱあと AV の業界歴がすごい長いので。何年ですか？今もう27歳でしょ？今9年目になります。あ、じゃあ19から？18からです、ね、今ちょうど9年目に。偉いね。で、高校卒業してすぐ？すぐですね。どういうきっかけなんですか？もう、その頃から AV 女優になりたい、学生の頃から思ってたんで。高校時代から？はい。そんな子っているの？特別なの？いや、どうなんですかね、今は。やってやろうと思ったの？それしかないなって思って。すごいね。そうなんでしょ。何を見て最初に、これ例えばね、AKB 見てさ、寝たいっていう人で、高校生の女子高校生が、AV 女優になりたいってことは、AV を見てたの？そうですね。どこで？いや、あとお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんが割とあの VHS のやつを、レンタルショップとかで借りてきてるなとかをこっそり見たりとか、お兄ちゃんの持ってたアダルトビデオを見てそうですね。あと、どんな作品だったの？お兄ちゃんは結構単体系なものが多かったんですけど、あのその当時あの携帯を持ってて、割とやっぱ携帯でそういうの見れたりとかもしてたんですけど、私はその結構こう企画ものな AV が好きで、こうちょっとこうファンタジーなこう時間よ止まれとか、壁、なんていうか、壁、下ネタだ、OK ですよ。あ、壁とか、そういう、なんか、ありえない設定。壁、ちょっと、わかんない、どういうことですか？壁は壁にここだけ穴が開いてて、男の人がただこう、来て、あーって言って入れるみたいなものすごい楽しそうじゃないですか。 それを高校生の時、いいと思っちゃったの？そうです、現実でありえないことが、AV 女優になれば、できる。で、やりたい。ファンタジーってことは、それってディズニーランドに勤めると同じ感覚？そうですね、ディズニーで働くよりも AV 女優みたいな。その頃彼氏いたの？高校時代。高校の時いましたね。
彼氏に言ったの、私 AV 女優になるって。あ、言わなかったです、それは、うん、なんでその18歳になって AV 女優、その時彼氏いたんですけど、うん、こっそり始めたんですよ。うん、だからバレて。どうやってバレたの？なんか似てる人がなんかいたみたいな。それも、ま、自分だったんで、うん、ただもう、あ、似てる人が、あ、似てる人、お前お前出てんのって、うん、怒り、その元彼も、うん、なんかその元彼の元カノも AV 女優だったらしくて、それも隠されてたらしくて、ずいぶんその男は引きがいい、強いね。結局お前もそうなんだみたいな、うん、これをそう裏切るんだみたいな感じになっちゃって、うん、それだと家族なんかなんて言ったの？あ、普通に言いました、 AV 女優になるって。あ、なりましたって言いましたね。たくましいな。みんな知ってますね、家族、うん、そうだよね、いってらっしゃい、うん、例えば同級生とか、はい、学校の恩師なんかはなって、あ、全然応援してくれてますね。なるからって言ってんの。なんか友達とかは、うん、なんか成人式でバレたんですけど、うん、普段私もともとめちゃくちゃ髪の毛が明るいギャルみたいな見た目だったんですよ、うん、が成人式の時にみんなに久しぶりに会ったら、私黒髪のもうなんか幼い女の子みたいになっちゃってて、うん、そしたらみんながこれはもう絶対に南リオナだみたいな、うわ、ずっと怪しがってたでしょ、黒髪になるわけがないみたいな。あ、お前みなみだろ、みなみりょうら、エビ出てんじゃねえか。そうってなりました。それでバレちゃったけど、うん、応援してるよ。人気者になったのみんな。あんまり友達と関わってないから、ちょっとでも男子校、男子ともいるだろ。男子は多分抜いてくれてると思う。ねえ、男子ちょっとやらせてくれないって言っていなかったの。成人式の時に行きましたね、うん、こいつならラブホ行けばやれるぞみたいな、うん、そう、ね、誘ってくるよね、行ったの。行かないです、行かないです。それ行かないよな、行かないです、商売ですよね。そうだよ。このさっきの話は戻るけども、はいはい、9年やってんだよね。そうですね、9年やっていて、このなんか仕事してお酒飲んで、いつまでこれが続くんだろうっていう、そうです、そういう気持ちもあるわけ。なんかネガティブな気持ちって、うん、お酒飲めばポジティブに変わるんですよ。でも結局負の連鎖で、うん、どんどんそれの繰り返しじゃないですか、うん、何が一番負なの？私はこのまま AV 女優でいれるのかみたいな、とかもう需要はないんじゃないかとか、これからどう生きていくんだろうみたいな。いや、でも今さ、熟女ブームじゃない？ああ、そうなんですよね。そう、方向転換を、うん、した方がいいんではないかとか、うん、まだ平気だけど、35ぐらいからこれからだったら70ぐらいまでできます。つらい。つらい。でもじゃあ熟女にはいけるでしょ。ああ、このままです。うん、なんか胸もちっちゃいので、うん、入れればいいじゃん。入れていいんですか。うん、入れていいですよ。入れられるものは何だって入れてよ。そうですね、うん、変えていかなきゃ、変えていかないとね。 AV 女優の魅力って何なの？やっぱ、うん、ある意味私なんかずっともう9年もこんなに長く続けられたものって、うん、すぐ飽き性なんで、うん、ないし、やっぱ仕事してる時が一番楽しい、うん、し、これをやっぱずっと続けていきたいって思うと、他にやりたいこともない、やめようとも思えない、うん、でもそのなんだろう、このままね、なんかどんどん新しい子も出てきちゃうから、うん、どんどん需要がなくなっていってしまうわけじゃないですか。今なくなってきてる？なくなってきてるっちゃ来てますね、うんうん、どう印象的な作品ってのはどういう作品なんですか、この9年の中で。なんだろう、なんか結構おしっけが多くて、私は好きなんですよ、なんか、うん、性癖がそっちなんで全然 OK なんですけど、うん、なんか汚れ系 AV 女優みたいな感じになって、なってるのかな、ちょっとその辺はよくわからないですけど、うん、彼氏はいないです。いつからいないの？でもその別れた時からです。え、ってことは9年いないってこと？8年ぐらい。8年ぐらい作んないの？いやー、私作っちゃうと、うん、ま、そっちになっちゃうんですよね、こう、うん、彼氏みたいな。で、やっぱ影響、メンタルにも影響くるし、うん、仕事にも影響きたりして。偉いね。 AV 女優なのってセックスが好きからなんの？私は、ま、セックスはもちろん好きですけど、うん、しかっていうと、そのやっぱさっきも言ったんですけど、そのちょっと現実ではできないことをやりたい、うん、なんて言ったらいいんですかね、こう変なプレイだったりとかは現実だと、うんうん、でも現実でそういう変態的なプレイをしてくれる人がいたら、ああ、
でもどうやって知り合うんですか、そういう人。いっぱいいるんじゃないの。なかなか知り合いね。わかんないですね。紹介してください。考えてもらう。ね、お金貯まった。全然貯まらない。なんで。使っちゃうの。何を買っちゃうの。私は本当そのなんかお酒好きなので、うん、飲み代とかに。週何回ぐらい飲んでるの。でも休み、あと仕事の前の日は飲まないので、まあ、でもまあほぼ飲んでるんですかね。どこで飲んでるの。場所。これが池袋だから。赤ちょうちん系の居酒屋ですか、ね、うん、かサラリーマンとかがいっぱいいるような。誰で行くの。一人で行く。ナンパされるじゃん。されないんですよ。イヤホンでずっと音楽聴いてるので、うん、多分近づけない。あ、そうなの。じゃあこれからの夢は。夢ですか、うん、でも私 AVJ になってなかったら、うん、こんな今なんで続けられてるかっていうと、うん、支えてくれるファンの人がすごくいる、増えているからであって、うん、なので、まあ、一応その、まあ、いつもイベントに来てくれる人とかもいっぱいいますし、うん、まあ、これからはね、もっと知ってもらえるファン、もっとファンの人を増やしたいなと思いますし、そうですね、その応援してくれてる人たちに恩返しじゃないですけど、もっとこう楽しいこと一緒にできるような AV 女優にはなりたいなとは思ってます。楽しいことが一緒にできるってどういうこと。例えばオフ会みたいなものだったりとか、うん、こういうとこ来てみんなで運動会みたいなやったり。そうなんです。だからなんかこうあと電話企画とかやってて、うん、こうやっぱ地方で会えない人とかいっぱいいるので、直接電話で話したり、電話とかで会ったりとか。そういうの近いだと近いね。そうですね、やってることが。改めて悩み聞かせてください。私はこのままこんな生活を続けながら AV女優を続けてもいいのだろうか、うん、っていう悩み。いいですこのまま。いいですよ。やっぱりね、あなたみたいな人がいないとつまんない。もうずっと続けてほしいですよ。本当ですか。少なくとも50歳までやってください。いいですか。やってくださいよ。あと23年。23年やってください。頑張ります。結婚しないんでしょ。結婚、まあ、いつかしたいですけどね。まあそうか、まあ、してもいいね。ちょっと変態のね、人と、ね、出会えるといいね。そうですね、出会いが欲しいですね、とりあえず、ね。で、本当に入るんですか。え、ざっとあった悩みはまもなく解決しますだったったったマジで。あれなんか違かったですか。さっき入れてなかったです。じゃあ今回入れました。いや結構あの下上の方に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。